be this. チャーハン、それもニンニクチャーハン、薬師ニンチャーですよね。これワンタン、ワンタンスープです。それでは食べていきたいと思います。うん、おいしい。 ニンニクのパンチがすごいですね。ワンタンスープ。 大学の時、魚の研究してたんですよ。一個の水槽に病原菌が入ってきたのかな。一匹死んだら、もう、なんか全滅するみたいな感じで、感染力強いなと思って、今、思ってるんですけども、怖いですよね。 研究したんですけども、青とか赤とか普通の白熱症とか、しかして魚がどう選んでるのかなっていうのが勉強のテーマになったんですけども、実際やってみれば魚はね、 青い光が一番好きみたいで、青い光にほとんど集まりましたね。その時に一番で撮る植物シャミですね。植物シャミやったんですよ。撮れたのは 雲みたいに必要なんですよね。とても食べられたもんじゃないんですけど、うわ、これ分かった。
うまい。この間ね、馴染みの車さんが電話かかってきて、法政半年点検があるんですけども、どうしますかって言ってきたんですよ。で、まあ、俺の愛車、雪化成号は、この春に車検出したんですけども、もう13万5千キロ走ってますんで、念のため見てもらおうと思って、予約したんですけどね。この間、ちょっと出かけようと思って、車乗って、エンジンかかって、2秒か3秒で、エンジン止まって、バッテリーランプと、オイルランプが一緒に光ったんですよね。うわ、何これと思ったんですけど、10分経ったら直ったんですけどね。特にバッテリー換気は怖いですからね。昔パジロに乗ってたんですけど、パジロにバッテリー2個ついてるんですよね。突然止まっちゃって何でしょうことがあるんですよ。だからバッテリー技はしっかりしないとね。今、新幹線の乗車率が10席で数パーセントとかあるみたいですね。誰も乗ってないっていうか。いつもね、東京行くときは10席で席探すのに精一杯なのに、やっぱり大したもんだと思いましたね。このワンちゃんうまいわ。うん、野菜もいっぱい入ってるしね。今日スーパー行ったんですけどね、めちゃくちゃ買い物してる人がいっぱいいたんですよ。
カーソンに乗せるカゴに、あれ4つ満杯にして優勝とかね、いましたね。 3日間ぐらいの食料品はまとめ買いして、外に出ないようにするのが一番かもしれません。うん、ワンちゃんなんて 20年くらい探しないんだよ、これ。私はファンタンよりも、企業者の方が好きだったんで、そうなったのかな。 話は変えますけどね、今回以前に買ってて、山芋、餌がどう崩れるだけなんでしょう。それしかいないけど、今、堂上見たら、キャベツにして、一緒に食べさせとかね。あいつには悪いことしたなと思ってますよ。キャベツに見るぐらい大したことないですもんね。 それはね、心に力がありますね。 今、医療業務に関わっている人、本当に大変だと思いますね。自分が感染するリスクを乗り越えて仕事をしてるんですからね。 来月病院があるんですよ。そこで感染したら、ちょっとね、それになんないですね。
봤어. 왜 그렇게 인턴이 아그 주석을 세우세요 전에. 맞아요. 알면서 다 맞지. 거기서 일본 세계로 회원이 쓰실 ように 첫소리も 도구시이자이자と申します. 僕ね コンビニに行ったら こんな箱にね 現金じゃないけど そういう パンデミックで感染した人も募金をやってるんですけども、僕もそれにちょっとしかいませんよ。チャラ選手しかいませんけども、そういうふうに意識は変わってきましたね。一人で生きていけないんだから、みんなの力を合わせないとダメですよね。今はそういう時期に立っていると思います。皆さんも 気をつけてくださいね。それではごちそうさまでした。おっとその前にこれ赤ちゃんだけの声なんですけど、でっかいんだよ。俺僕の顔よりもでかい。重いしね。また今度竹の声料理やりますね。それでは皆さん頑張っていきましょう。ごちそうさまでした。